どうもー。どうもです。やばい、ハゲが。はい、ですね、今から乗るんですけれども、なんと、条件付きフライトになりました。条件付きフライト、条件付きフライトっていうのは何かというと、向こうが今、こっちも雨降ってるんですけど、向こうも天気悪いみたいで、着陸できなかったら成田にカムバックするらしいです。いやー、条件付きフライトですよ。結構ね、僕条件付きフライト、もう4回ぐらいあるんですけど、今まで条件付きフライトで、その条件が適用されたことはないんですけど、どうなんですかね。まあどうなんだろうな。これは今日成田また戻ってきたら最悪ですよね。まあそれもネタになりますけどね。まあ全てはネタですから。条件付きフライト、これ条件付きフライトで成田戻ってきたら、また空港券買わないといけないんですかね。どうなんだろう。まあそしたらまたネタで動画撮りますけどね。条件付きフライトで飛んで、また成田戻ってきたら、また新規で、チケットを買わないといけないのか、これどうなんだろう。まあでもそのガソリン代は一応使ってるからね。ガソリン代は使ってるから、まあね、ただ運賃になっちゃうから、多分また新規で買わないといけないんでしょうね。ね、赤字になっちゃいますもんね、そしたらね。無料でまた飛ばしたら。いやー、そしたら大変ですね。さて、条件付きフライトどうなんでしょうか。まもなくですね、搭乗手続き1時今あ見えないか12時あちょっと反応が悪くなってきた。12時47分13時15分フライトなんですけど、はい、もうちょっとで刻々と鹿児島です。いや、久しぶりの鹿児島ですね。もうね、ずっと東京いて、僕はですね、もう疲れましたよ。東京は疲れる。東京疲れますよ、本当に。くっしょ。でも昨日ですね、マッサージをしたので、まあ、筋肉痛やばいんですけど、結構、あとプロテイン3個ぐらい、ね、昨日乗りました。プロテイン3個ぐらい飲んで、なんで結構そこまでダメージというか、まあ、想定内ぐらいの、まあ、痛いですよ。もうガチガチで痛いんですけど、でもプロテイン飲んでよかったな。あとマッサージしたんで、はい、やっぱメンテナンスして寝るってさ、いいですね。ああ、メンテナンスして寝て、でプロテインも3個、そして今日も朝プロテイン飲んできました。プロテイン3個飲んでみました。まあ、筋肉が破壊されたんで、ね、筋肉を構成するためにはタンパク質が必要ですから、プロテイン飲みました3個。また1個まだこの中に入ってるんですけど。いやー、鹿児島ね、久しぶりですよ、本当に。なんでかな、本当はね、鹿児島に事務所構えてるんですけどね。鹿児島に事務所あるはずなんだけどな。ありますよ、鹿児島に事務所あるんだけど、なんかね、東京多いんですよね。あと25分後フライトです。あと25分後フライト。そうそう、あのフライト中ですね、フライト中ちょっと動画の編集しようかなと思います。この前ですね、この前というか昨日僕卓球やったんで、それの映像があるんで、それをちょっと編集しようかな。そう、編集しよう。出発前ご出発のお客様のお客様
はい、ということで条件付きフライト、僕が条件付きですね。大竹様、大竹様、大竹リー様、岡もうね、ああいう動画をね、カメラ代わり、あの鏡代わりに使う。アホですね。終わります。